こんにちは、アニメ転換主婦でシエリアの声を担当しております神谷博史です。はい、サンランの声を担当しています福山潤です。神谷さん、難しいとこだらけでしたよね正直めちゃくちゃ難しかったですよね。難しい、そのもう技術的なことを言うと、うん、フルカラーで、完全に絵が出来上がってるところに対して、原音の中国語があって、でその中国語のニュアンスを聞きながら、ここは絵に当ててください、ここは、中国語があるんで中国語に当ててくださいっていうものが、こう一つのセリフに対して様々にこう入り組んでるんだよね、これ本上に書いてあることが全てじゃなくて、それに対して自分なりに、様々にアプローチをしていくことによって、完成していく感じかなと思ったので、そこをこうなんか複雑にこう、考えながら、ここは絵でここは音でみたいな風になっていくと、もう完全に脳トレみたいになってて、自分が三男としてやる側にすればアプローチとしては一方通行に近いんですよね。思っていることを言う、情報を言う、そしてその、シエレに対して行動する、他にも、フーヤオとかああいう人たちに対して行動するっていうところに何の疑問もないんですけど、ただそのシエレはどっちかというと全方位の人たちに対しての反射をこう人物で表さなきゃいけないので、やりながら神谷さんが果てしなく演じるの大変な役やってるなっていうのをやりながら、ただ大変僕はやりやすかったんです。その分やりやすかった分神谷さんが大変だなっていうのを感じながら、ごめんねと思いながらやってました大家好，我是配音演员江广涛，在《天官赐福》动画当中呢，我为谢莲配音。大家好，我是配音演员马正阳，在《天官赐福》动画中为三郎配音。你说什么？专事有变，你我立场不同，各司其主。你的故国和士兵都需要你，你该回去了。我要是回去，那我们之间呢？该结束就结束吧。是我哪里做的不够好？我可以学，我可以改。不是你的错，你不要勉强。缘来便合，缘去便离，世间常理罢了。